成田拡幅は千葉県成田市内を通る国道51号の改良区間である。多くの区間はそれまでの県道を拡幅しているが、一部区間は並木バイパスとして新たなバイパス道路を建設している。成田市は農業と成田山新勝寺の門前町として緩やかに発展してきたが、成田空港の建設を契機に国際空港都市へと大きく変貌を遂げることとなった。 これに伴い交通量の大幅な増加が見込まれるためにその対策として行われたのが本事業であり交通渋滞の緩和による主要幹線道路としての機能回復と不十分だった歩道の整備を行うことで交通事故の減少や沿道環境改善による安全で快適な生活環境の確保を目的としている最近では成田ニュータウン、日吉台ニュータウン 構図の森などの大型住宅地が沿線に整備されたことに伴う人口の大幅な上昇、周辺施設及び交差道路からの流入交通の上昇によって成田拡幅区間に交通量が集中し渋滞が発生している。成田市半中から波期間0 2トルと成田市時代、東金山間の1 0トルは2車線の共用が続いている。 並木バイパス4車線共用開始後、その旧道は成田市道及び国道409号に降格した。住宅地が多数建設されており、多くのロードサイド店が進出している。ありがとうございます。